銀を使わぬ初代に比べれば大したことはないと言っても、お前はもう死んでいる身だ。あの世へ帰れ。さて次はドイツにするかな。これで隙を作ったつもりだったんだ。俺の術で俺をやれるか。ではこれはどうだ。カトン狼客。ここまででいいだろう。すまん、他のみんなは無事じゃぜ。そろそろお前たちには消えてもらう。さてどう攻める。なるほど、さすがは仮にも影の名を背負う忍びたちだ。なら内葉マダラも全力で応えよう。五影も何も全て無駄になる。集結した五影、
伝説の忍びである内葉マダラとの戦いが始まる。終盤に迫りつつある戦争の中で、なおも戦いは激しさを増していく。果たして、忍界の未来は。